はい、どうも、メケトの町でございます。最近絶賛デブ活中の健さんでございます。どうですか、デブ活？いや、ですね、楽しんでいます。いいライブを過ごしてます。あ、いいね。いいね。めっちゃ食ってますね、実は。そっか、うん、俺もちょっと頑張んないとね、筋トレも始めないと。そろそろ。あ、そっかそっか。という話は別にいいんだよ。はい。余談でしたね。新潟フレンドの9回目が9回目終わりましたから、はい、今回は長岡市、はい、めっちゃ雪降ってたけどね。降ってますね、今回全員ロケ初かな。そうね、おぎゆかとあゆにゃんと、西村七子が出ましたね。よかったね。よかったね。西村七子キャラが全開に出てた気がしてますね。駅伝大好きキャラみたいな。いじられてましたね、完全に。あとはやっぱあゆにゃんがさ、なんだろうな、すごい楽しい感じに出てきてたけど、あゆにゃん、ヘタレって言わないでだからね。やっぱでも、そのキャラなイメージ通りというかさ、それはそれでいいのかなって気がするよね。イメージね、ありますからね。長岡ですよ。長岡ね。それこそ握手会長岡だからね。そうだね。普段そんな行かないよね。あんま行かないね。新潟市からはちょっと離れてるしね。そう。でもテレビでやってた、サンキュー祭り。シュークリームね。たまにうちの親が買ってきてくれるんですよ。あそこにあったんだ、まさかテレビ出るとはと思って、そんな有名だったんだねと。結構でも聞いたことはある。そうだよね、39円めちゃくちゃ安いよね。それこそさ、新潟フレンドの一番最初の冒頭のナレーションの部分でさ、長岡市は新潟の中心部のこの辺にあってみたいなさ、こういうのが有名でみたいな、ああいう紹介あるとさ、誰もが、ああ、長岡市ってそういうとこなんだって分かるしね。新潟の人でもちょっとなおさら分かるっていうかさ、そういうのあるといいなと思ったね。長岡市とか回ってきたらいずれまたね、新潟市もいろいろあるわけじゃないですか。そうですね、ぜひ遭遇したいよね。そうですね、ロッチさんが MC がどんどん上手くなってるというか。そうね、多分さ、ロケ初めてのメンバーがまだ続くわけだけど、みんながみんなある程度さ慣れてきたら、それこそもっとこう掛け合いが上手くなったりとかさ、ロッチさん そのメンバーがもっとこう深いところまで知れてきたら、余計に多分いい感じになると思うから。そうだね、その辺ちょっと楽しみだよね。毎回思うんだよ。思うよね。すごいね、最初からいい感じだったけど、どんどんこういい意味で振り方が上手くなって、そうね、扱いがっていうかさ、って思って見てますね。だからこう乃木坂でいうところのバナナマンぐらいになるぐらいに ね、うん、なってほしいかなっていう気がするからね。バナナマン最強相性だもんね、すごい。だって乃木坂好きな人でバナナマン嫌いな人いないからね、絶対。俺それね、マジであるあるネタだと思う。名言名言、本当に。だからそれぐらいになってほしいかなって気がする。そうね、ロッチ好きだしね。俺もロッチ好きだ、なんか新潟フレンド出てくるようになったから余計に分かる、見るようになったし。確かにテレビなおさら見るようになったし、ね、あ、ロッチ出てるってなるし、なんか意識が変わって。そう前から全然好きだったけど、なんか出たことで、NGT のみたいな。そうだね、だから NGT、ロッチといえば NGT だよね、ぐらいになってくれると嬉しい。そう、ね、そんな感じで見てますね。新潟のこともっと知ってほしいよね。そうですね、そんな気がするね。はい、というわけで次、どんな感じだっけ。次も長岡か。長岡、次も楽しみだね。なんか今回ほらあんまり食べるシーンなかったからさ、グルメ関係が。確かに、だから次回それに期待かな。確かにね、今回全然食べてなかった。そうね、まだほらシュークリームのくだり終わってないから。あ、確かに確かに。その辺ちょっと来週も期待して見たいなと思います。はい、終わります。はい、待って、顔、あ、ごめん、顔濃いなとなんか暗いよね。OKOKOK 明るいよ。動画見ていただきありがとうございます。概要欄の中から他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。ゲーム実況もやってますので、そちらもぜひ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。